私はつぐみ、24歳の OL です。今は一人でとあるマンションに暮らしながら充実した日々を送っています。でもね、ちょっと前まで私は家族にいろいろと悩まされていました。最も私が困っていた人物が妹のミナ。ミナは小さい頃から私の大事なものを片っ端から奪っていったんです。小学生までは洋服やバッグ、お菓子などまだ妹だし仕方ないかって思える範囲のものだったんですけど、私が高校生になってアルバイトを始めた時、最初にもらったお給料をなんと私のカバンから取ったんです。ちょっとみんな、私の部屋に入って勝手に私のカバンからお金取ったでしょう。返して。どこどこ 2,3 万取られたからって何をそんなに騒いでるの。私自転車が欲しいの。だからあのお金は返せません。あんたそんなことばかりしてたらいつか絶対痛い目見るわよ。簡単に何でもかんでも手に入るって思ってたら、大人になった時にすごい苦労することになるんだから。はぁ、苦労するだなんだって私の人生なんだから、お姉ちゃんに関係ないでしょ、おせっかいババアめ。ミナはヘラヘラ笑っているばかりで、私のお金を返す気なんてさらさらない様子でした。私はリビングにいた両親の元へ行き、このことをすべて報告したんです。でもね、この両親も困った人たちで、ミナを溺愛するばかり。ミナを叱っているところなんて一度も見たことがなかったの。しかし今回盗んだのはお金です。ミナを溺愛するのであればなおのこと、ミナの将来を思って叱ってくれるだろうと考えたんです。ところが、金を取られたってそんなに騒ぐことじゃないだろう。そうよ、つぐみはお姉ちゃんなんだから、可愛い妹のために我慢なさい。この二人頭おかしいんじゃないの。私がそう思って絶句していると、ミナがリビングにやってきて、パパ、ママ、明日の日曜自転車屋さんに連れてってよ。はい、とも。でもつぐみの 2,3 万ポッチじゃいい自転車買えないだろう。パパがもう少しお金を出してやろう。電動自転車がいいわね。その方が坂道もスイスイ登れるわよ。ってことだからつぐみ、明日は留守番よろしくね。私はもういいとだけ吐き捨てて自分の部屋。2つ年上の先輩のパニコさんに連絡して、翌日愚痴を聞いてもらうことにしたんです。パニコさんは近所の大学生。中学の頃に部活が同じだったんですけど、高校では生徒会長をやっていたようなみんなの頼れるお姉さん的存在の人だったんです。そして翌日、つぐみちゃんは高校卒業した後は大学に行くの？え？卒業した後ですか？このまま家にいたらとんでもないことになる気がする。そのうち稼いだお金を根こそぎ取られるんじゃないかしら。そんなの嫌。今のうちに何かそうならないようにいろいろ考えておいた方がいいと思う。なに、私はつぐみちゃんの味方。私にできることがあったらやるわよ。いししパニコさん、ありがとうございます。私はパニコさんの助言通り、その日から卒業後のことを具体的に考えるようになりました。そして決めたんです。卒業後は実家を出て就職する。それから私はクローゼットに南京錠をつけ、大事なものは全部そこに入れて保管していました。それでミナから何か盗まれることはなくなったけど、両親が、あんな鍵をクローゼットにかけるな、ミナがお金が足りないって困ってるからあげろと怒鳴って、もう最悪。そんな両親に呆れて肩を落とす私を見て、ミナはクスクス笑っているし、高校を卒業して実家を出るときに、私は意を決して両親とミナに絶縁宣言しました。すると、だかだか高校を卒業したてのガキが一丁前に絶縁だって、笑いが止まらねえな。まあ私たちは別に縁を切ろうがなんだろうがいいわよ。その代わりあんた、金やら何かに困ったとき私たちに頼ってくるんじゃないわよ。絶対に助けてやんないんだから。そうそう、我が家の金は可愛い可愛いミナに使うためにあるんだからな。両親がギャハハハッと笑った後、私はこの頭がおかしい両親を無視し、無言で玄関を出て引っ越し先へ向かいました。それからは毎日が楽しくて、仕事になれるために忙しかったけど、実家にいる時と比べたら全然苦じゃないわ。パニコさんとも相変わらずご飯に行ったり、家でおしゃべりしたりしていました。さらになんと私に直也という婚約者もできたの。私たちは性格は正反対で、足りない部分を補い合いながら私が住むマンションで同棲していました。
直也のお母さんも私とすでに仲良しで、よく3人で外食もしていました。だけどね、ある時から直也の様子がおかしくなっていったんです。2人の将来についての話をすると、面倒くさそうに相槌を打つばかり。そしてとある日の夜、仕事から帰ると郵便受けに1枚のメモが入っていたんです。そこには、お姉ちゃんの好きな人もらうね、駆け落ちします、ざまあみろと書かれてありました。は？みんな？なんで？慌てて家の中を確認すると、直也のものの大半がなくなってる。家を出てからミナと両親の連絡先をブロックしていたけど、私は久しぶりにブロックを解除し、ミナに電話をかけました。もしもし。ちょっとミナ、どういうつもり？なんであんたが直也と知り合ってんのよ。実はお姉ちゃんのこと街で見かけてさ、後をつけてみたらイケメンと合流して腕組んで歩いてんだもん。お姉ちゃんのものは欲しいって衝動を抑えきれなくてさ。直也もお姉ちゃんより可愛い私の方がいいみたいだし、このまま私たち愛の逃避行するから。スマホも解約して新しくするから、もうこの番号に電話しても通じなくなるからね。あは、もちろん直也の方もね。パパとママも解約するみたいだよ。それじゃ幸せになります、さようなら。そこでミナは電話をガチャ切り。あいつ、どこまで私のものを奪えば気が済むの？せっかく実家を出て幸せに暮らしていたのに、最悪。すっかり殺風景になった部屋で泣き崩れていると、とある人物から電話がかかってきました。その人の話を聞いて、私は腹渡が煮えくり返りましたよ。さらにパニコさんからも着信があって、その時です。あいつらをコテンパンにやっつけてやろうと決意し、立ち上がったのは、あいつらクズには私自らしっかり制裁を下してやらなきゃダメだわね。今までの恨み、腹さでおくべきか、覚えておけよ。それから数年経ったある晩、やってきましたよ。私の住むマンションに、ミナと私の両親、クズご一行がね。私はこの時を待っていたんです。インターホンの画面に映るクズどもを見て、私はすぐにとある人物とパニコさんに連絡。玄関のドアを開けると、クズたちは私に不快な笑顔を向けてこう言いました。つぐみちゃん、久しぶりね。すっかりおばさんになって。仕事頑張ってるか？ひとまず20万円くれ。まだここに住んでてよかったよ。引っ越してたらどうしようかと思った。いや、あの後いろいろ大変だったのよ。お姉ちゃんに男を見る目と女としての魅力があったら、こんなことにならなかったのにさ。ってことで、ひとまずお邪魔します。クズ3人が玄関に一歩足を踏み入れようとした時でした。なーにがお邪魔しましたよ、ボケが。あんたら全員私の家出入り禁止だから、私が今までのこと許すとでも思った？自分たちに調子のいいことばっか考えてんじゃねえぞ、こら。私の怒号に揃って肩をビクッと跳ね上がらせた3人は、次に丸くなってひそひそと何かを話し合った後、つぐみちゃん、実は直也さんとミナが駆け落ちするときに私たちも一緒についてったのよ。可愛いミナちゃんと離れ離れになるなんて私とお父さんは耐えきれないもの。そのためには金がいるだろ。だから実家を売ったんだ。直也くんのお母さんのお金もあったから、しばらくなんとか生計を立てていたんだが、お父さんも二人についていくために仕事を辞めたし、直也くんの家電使いが荒くてな。彼、危ない金融会社にまで手を出してしまって、住んでたアパートも追い出されてな。私たち今すごく大変なの。もうお姉ちゃんしか頼れる人がいないの。お願い、私たちをここに置いて。私たち家族じゃない。実はパニコさんから以前電話で、うちの実家と土地が売りに出されていることは聞いていました。ミナがうちの郵便受けにあのメモを入れたあの日、この3人と直也がこそこそ車に乗り込む現場もパニコさんが見たと言っていたんです。直也の金銭感覚が狂っていることももちろん知っていました。私と直也のお母さんが根回しして、彼がお金に関して大変なことをしでかさないようにしていたから、当時はこれといった問題はありませんでしたけど、ミナのためならいくらでもお金をつぎ込んじゃう両親と、何もしなくても何でも手に入ると思ってるミナと、金遣いが荒い直也が一緒に住むとなったら、そりゃこうなるでしょう。私は私に向かって両手をスリスリして懇願しているクズ3人に真顔で、断る
とだけ言いました。するとクズ3人の顔がみるみるうちに真っ赤に。あらあら、逆ギレしてるよ。地団駄を踏みながら鼻息を荒げている3人を私はただ冷ややかな目で眺めていました。お前というやつは家族が困ってるんだぞ、なんで助けない。私はあんたをそんな薄情な娘に育てた覚えはないわよ。もういい、お姉ちゃんになんて頼まない、本当に絶縁してやる。私はため息を一つこぼすと、家族が困ってるのになんで助けないって、あんたら私がみんなにいろいろ盗まれて困ってる時何か助けてくれたっけ。おやおや、クズ3人言い返す言葉もないのでしょうね。額に汗を浮かべて一歩後ずさり。それから自分たちがやったことの罪はちゃんと償ってもらいますから。そう言って私はクズ3人の後ろを指さしたんです。くるっと後ろを振り向いた3人はひひーと叫び声を上げました。だってそこに立っていたのが鬼の形相している直哉のお母さんだったんですもの。私がさっき呼んでおきました。ちなみに隣には直哉のお母さんがすでに制裁を下して服も頭もボロボロになっている放心状態の直哉の姿もありました。昨日お前らに縁を切られたって直哉がうちに帰ってきたんでコテンパンにしてやったよ。つぐみさんには本当にうちのクズが申し訳ありません。次はお前らの番だぞ。うちから盗んでいた500万今すぐ返して。3人は直哉のお母さんの迫力に言葉になってない声を発しながらストンと尻もち、涙目でガタガタ震えています。実は直哉、みなにそそのかされて直哉のお母さんのお金をくすねていったんだって。こちらが探す手間をかけずとも近い将来こいつが私に泣きつきに来るだろうとパニコさんが言っていた通りになったわね。500万円の返済だけではありませんよ。はい、そのパニコさんのご登場。直哉さんと皆さんはつぐみちゃんに慰謝料を支払わないと。直哉さんとつぐみちゃんは事実婚の関係にあったんだから、弁護士は私なんでこれからよろしくお願いします。いしし慰謝料。そうなの、パニコさんは現在弁護士。大学卒業後有名な弁護士事務所に就職してね、若くして世間でも名のある敏腕弁護士さんなんですよ。たっぷり踏んだくってやるから覚悟しな。クズ3人地面に座り込んだまま抱き合ってとうとう泣き出しちゃった。お姉ちゃん許して、そんなお金支払えない。ちったこっちゃねえんだよ、支払うの絶対に。以上さようなら。私がそれだけ言うとどこからともなく2人の男性が登場。おそらくパニコさんの部下の人でしょう。それじゃうちの事務所にご案内します。パニコさんの部下たちに連行されながら、みなが助けてお姉ちゃんと泣き叫ぶ姿と、涙と鼻水を垂れ流しながら必死にみなについていく両親の情けない姿だったらもうおかしいのなんの。私は静かに玄関のドアを閉め、しばらくお腹を抱えてクスクス笑っていました。その後パニコさんのおかげで私はみなと直哉からがっぽり慰謝料をもらい受けることになりました。直哉のお母さんのお金もちゃんと全額返済されたそうですよ。クズたちは直哉がお金を借りた危ない金融会社に危ない仕事を紹介してもらったそうです。家を追い出された直哉もね、それぞれ毎日ボロボロになるまで働かされ、まさにどん底の生活を送っているみたい。ざまあねえな。さて私の方はというと、仕事にプライベートにとっても充実した日々を過ごしています。しかも昇進して課長に就任、もらった慰謝料で引っ越しも済ませて綺麗なマンションの一室を購入しちゃいました。その部屋にパニコさんが遊びに来た時のことです。こんにちはつぐみちゃん。あら、玄関のこの電動自転車買ったの。はい、自分への昇進祝いに奮発しちゃいました。自分で稼いだお金で自分にプレゼントするとこう頑張ったなーって達成感がありますよね。本当ね、実は私からもつぐみちゃんに昇進祝い。はい、シャンパン。あー、高級そうなシャンパン、ありがとうございます。今日はこれでパーッとやりましょう。いしし
ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。